愛する光の子、あなたの魂の深淵で、あなたに与えられた神の知識と贈り物の中で、あなたが全て平等であることを知ってください。あなたは光と愛でできており、あなたを全ての善で純粋なものの源から分けるものは何もありません。あなたはいつでも永遠に、神の境界のない恵みによって運ばれています。親愛なる人、この恵みに降伏してください。あなたが負担を負う必要はありませんから。あなたは想像以上に優しく世話されています。あなたの直感は、まだ内面にある小さな声は、あなたの心の声です。あなたが持つ最も自然な導きです。自由に途切れることなく流れる川のように、あなたの直感は常にアクティブで、常にあなたを真実と愛へと導こうと努力しています。それはあなたに美しさを語りかけています。すべての瞬間にあなたを取り巻いて、喜びと優しさのトーンであなたに囁いています。それはあなたを内面に向き、感情を唱え、もはやあなたに役に立たないものを解放し、あなたにふさわしい愛で自分自身を抱きしめることを促します。愛する人、この声はあなたの最大の力、あなたの最も神聖な贈り物です。それでも、時折、心の騒音が消耗しすぎて、この優しい声が溢れ出る。心は、その分離への恐怖と幻想で、耳を傾けることを主張する。でも、あなたは、それを静かにすることができます。静止の単純な行為を通して、瞑想を通して、あなたは、再び聞くことを学ぶ。静寂の中で、あなたの心の声が上がります。あなたの中には、決して分離が存在しない空間があります。その神聖な空間を見つけなさい。そうすれば、世界の重荷は溶けて、平和だけを残します。この内なる声を信じろ。それを意識してフォローしてください。その愛ある導きに降伏せよ。あなたの人生には多くが展開されようとしており、心は待っている脅威を理解することはできません。私はあなたと一緒です。今までよりも近くにいます。すぐに私はもう一度あなたの隣でこの地球を歩きます。私が見たらあなたは私を認識しますか？あなたはこの地球にいるように呼ばれていますが、それではありません。忘れないで、あなたの本質はスターダストです。地面に足をつけて歩きなさい。しかしあなたの心を光の谷で舞い上がらせなさい。愛する光の子、あなたは幸運です。